新幹線 E4K 電車。新幹線 E4K 電車。新幹線 E4K 電車は、1997年12月に営業運転を開始した東日本旅客鉄道、JR 東日本の新幹線車両である。東系列は、東北、上越新幹線の開業時に大量に申請された、200系初期車両の老朽取り替えと e 1系導入後も増え続ける。 通勤旅客需要に対応するために1997年から2003年にかけて製造された。E1 系と同様に全車2階建て車両であり、MAX の相性が与えられている。8両編成、定員817名を2本連結した16両編成時には、定員1634名、ジャンプシート使用時となり、1本の高速列車の中では、 世界最大となる。なお E2K 重量編成とほぼ同じ定員数である。設計時のデザインコンセプトはビッグウェーブ、由来、エクステリアコンセプトはエラスティック、しなやか。車体は E1K では普通構成であったが、本系列は車内販売ワゴン用の昇降機の設置など、重量増分を補うため大型押し出し方材によるアルミ合金製である。 トンネルドンと呼ばれるトンネル引き圧波減少及び高速走行時の騒音対策で先頭車両の前頭部は E1 系よりロングノーズになったノーズ長 E1 系9.24メートル E4 系11.5メートル車体の高さは4485ミリメートル車体塗装はヒウン、白とシオン、青のツートーンでその境目に 黄色の帯が入る。標識灯には E3 系に続いて、外側に電球、そして内側に HID ランプを使用している。テールランプには赤色 LED が長方形の形を作るように、敷き詰められたものが使用されている。戦闘車には分割、併合装置が収められ、E3 系の L 編成との連結運転、または E4 系同士の連結運転が可能である。 二階建て車両で床下に各種機器を配置することが困難であるため、床下機器は水タンク、空気圧縮機、主電動機で沿動送風機にとどめ、主変圧機、主変換装置、補助電源装置は車端部の床上に搭載する。機器室は、室内とは、機密壁によって仕切り、機密外としている。4両、TM1M2T で1ユニットを構成し、 M1 社に、主変換装置、補助電源装置を、M2 社に、主変圧器、主変換装置を搭載する。主回路制御には、可変電圧可変周波数制御、VVVF 制御が採用された。主変換装置は、イベット素子を使用した3レベルコンバータプラス3レベルインバータで構成されている。e 1系に対して編成中の電動車の、絶対数が減少しているため、 E1K6 両、E4K4 両、故障などの非常時に冗長性を持たせることを目的に、モーター制御を従来の1両単位での制御から台車単位の制御に変更した。主変圧器は強制風冷式を採用し、4150馬の容量を備える。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機を採用し、E1K よりも、 連続定格出力を増強した 420kW とした。これによって、編成での MT 比が1、1でありながらも、軌道加速度時速 1.65kmS とし E1K より向上させた。電動空気圧縮機は MHz 1128C1200E を採用する。空調装置は、集約分散式の AU815。 冷房能力3万7 5 0 0カロリー、h を1両あたり2機搭載するが、戦闘車両は AU815 と AU218、冷房能力1万8 0 0 0カロリー、h を1機ずつ搭載する。保安装置は a t c 2系を搭載するが、2001年度、落成車 P18 編成以降は、当初から a t c 2型と、 DSATC を搭載している。それまでに落成した編成に関しては、2003年度に DSATC 取り付け工事が行われた。台車はゴム兵用板羽式、ボルスタレス台車である。電動台車は DT208、付随台車は TR7007 と称する。車輪系や軸距は200形や E1 系と同値であり、それぞれ 910mm。 2500mm、台車枠や歯車装置は E1 系と互換性を持たせている。また、車軸軸受けには従来の油浴潤滑に変えて、グリース潤滑が採用されている。ブレーキシステムは回生ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキであり、E1 系と同等に高速域からの減速では、電動車の回生ブレーキで付随車のブレーキ力も負担する遅れ。 米制御を導入している。4M4T の編成の中で T 社のみ全機械ブレーキが基礎ブレーキについては M 社と T 社にキャリパ装置を採用している。終電装置は200系と同様の下枠交差型パンタグラフが採用された。PS201 と呼称される。終電部船、ね、架線と接触する部分が可動式となった微動スリーダーを採用したことにより、 河川追従性が向上し、大枠を FRP 製にすることで誘導障害の低減を図った。また、降雪対策として押し上げ力を 5.5kg から 7.5kg まで向上させた。車体が車両限界ギリギリで作られているため、パンタグラフカバーはなく、パンタグラフ設置部の屋根が一段低くなっている。最高速度は時速 240km。 8両編成で定員は817人。2本連結した16両の定員は1634人で、高速鉄道車両としては世界最大級。E1 系の12両編成から8両編成としたのは、需要の関係により必ずしも12両編で運行する必要がないことがあり、逆に輸送需要の多い時間帯の列車については2本連結した16両編成として、 需要の高に応じた運用を可能とするのと、東北新幹線の場合、翼、小町といったミニ新幹線車両を並結する場合に、プラットフォーム有効長などの地上設備が、新幹線車両の標準である25メートル級車両16両分であることから、並結相手の車両運用についても上調性を持たせるためでもある。一部、北陸新幹線の急行バイク観走校に、 対応した編成や、それに加えて、軽井沢駅異性の商用電源周波数 60Hz に対応した編成が存在す、後術。8秒編成中の電動車1.5両、3台車分をカットした状態で、2.5M5.5T の状態、25パーミル上り勾配での起動可能としている。客室天井は E1K と同一で、 1>, 1階席が 1970mm、2階席グリーン車が 1975mm、2階席普通車が 1955mm となっている。なお、2.46号車の車端部に設置されているホーム高さと同じ中2階席関しては 2000mm となっている。カーテンは全車でフリーストップタイプのロールカーテンを採用。定員確保の観点から、 普通車は e 1系と同様に東京より3両、1から3号車の会場部分の座席は横3列プラス3列の6アブレストで、リクライニング機能や座席中央の肘掛けが省略された回転クロスシートで、駅掲示編成表などでは、フラットシート、フラット座席、フラット席などと呼称されている。シートピッチは 980mm、座席幅は窓側。 通路側 420mm、中央席 440mm で、いずれもいい h k と同じ寸法である。過去に数度繁忙期にこの部分も指定席として強用されたことがあるが、基本的に自由席である。この3両の新潟寄りのデッキには、ジャンプシートと称する通常は収納されている。補助席が1両につき2席ずつ設置されている。それ以外の普通車、座席、 1>, 1から3.78号車の開花席と4から6号車は200系などと同様の横3列プラス2列の5アブレストで中央には肘掛けがあるフリーストップ式にりクライニング機能不回転クロスシートデリ座面スライド機構も備えるシートピッチは 980mm また7.8号車の会場席グリーン席は2列プラス2列の4アブレストの リクライニングシートでフットレストはないが各席レックレストを装備。壁際席の足置き台のみは移動できる。リクライニングと連動して座面が沈むことで姿勢の維持を容易にしている。テーブルは E1K では肘掛け内蔵だったのに対し E4K では前席背面に設置されている。一部の編成では枕が上下可動式となっている。普通車のシートモケットは 会場席は紫色が、会花席はオレンジ色が用いられ、グリーン席のモケットには濃い緑色地に、黄色の幾何学模様が描かれている。また普通車においては、会場席の天井でコラは、青色系、会花席は黄色系で統一されている。座席カバーは普通席は白であるが、グリーン席は黄色である。照明の色も、普通席は白色の直接照明。 グリーン席は電球色の間接照明となっている。普通席は光が途切れることのないように蛍光灯管にダウンライトが採用され、グリーン車では照明カバーに丸い穴を開ける加工が施されている。車内販売は E1K では階段がある関係でワゴンが使用できないためにはスケットを使用していたが、各車両に昇降機が設けられたことで多変性と、 同様にワゴンを使用することが可能になった。バリアフリー設備としては、6号車1階席と8号車2階席に車椅子を固定することが可能な座席が用意されている。この他に車内には、FM ラジオ放送と TV の音声を受信して、受信した電波を増幅して複写する装置を搭載している。車内は Google ストリートビュー上で公開されている。空調装置は、 仙台の E1K と同様に、1階と2階を個別に独立した温度管理で制御することが可能となっている。全自動運転モードもあり、コンピューター内に収録されたカレンダーに基づいて、季節に応じた温度管理をすることが可能となっている。また、統計列からの新機能として、暑い、寒いのにボタンを各車両の空調制御機に設けることにより、 利用者からの要望に対応できるように配慮がなされている。設備は売店、洗面所、化粧室、カード専用公衆電話、エレベータージャンプシートがある。エレベーターは車椅子対応のバリアフリー設備として8号車に設置されており、車内販売用ワゴンの移動用にも使用される。出入り口付近では駅停車時に間もなく止まります。 手すりにおつかまりくださいという注意喚起のアナウンスが流れる。洗面所は鏡の両側がフロスト加工が施されたガラスとなっており、その部分に蛍光灯が入っている。洗面台は全自動で陶器製のものが設置されている。統計列には複数の化粧室、男性用小便所、多目的用、女性専用、男女兼用が設置されている。5号車と8号車には、 バリアフリー設備として車椅子対応の多機能トイレが設置されているが、この多機能トイレ内にはベビーベッドも設けられている。多目的用のドアは全自動引き戸となっており、タッチスイッチに触れることにより、ドアが開閉する。男女兼用、女性専用、多目的用に設置されている便器はいずれも全て、様式で、真空式コンパクトトイレシステムを採用している。また、 便座は脱臭機能付きの暖房便座が設置されており、便座シートを使用することも可能である。男性用小便所は、周期対策とメンテナンス性向上のため、統計列より、真空式のものが採用されている。周期対策のため、使用後の洗浄は、センサー管応式による自動で行われるが、毎回清水を流して洗浄するシステムが採用されている。天井には、 空気清浄機として、オゾン発生装置が設置されており、周期対策が行われている。5号車、e 4 5 9系2 0 0番台には、売店が設置されている。ショーケースや冷蔵庫、コーヒーマシンを有しており、円形の下がり天井が採用されているほか、光ファイバー方式のダウンライトが設けられている。自動販売機は、ワゴン販売が営業していることから、4号車、 E458 系にのみ設置されている。本系列に属する各形式名とその車種は以下の通り、奇数形式と偶数形式2両ずつ、計4両、電動車2両と付随車2両の TMMT で1ユニットを構成する。番台区分は2階部分が3列プラス3列の6、アブレストとなっている1から3号車は、100番台、売店のある5号車は、 200番台だが、その他の車両は、0番台である。2008年、平成20年7月19日からは、ピカ、ノリサマー2008キャンペーン PR ラッピングの一環として、P11P21 編成に、ポケモンのラッピングが施された。2009年、平成21年7月18日から、2008年同様、 ピカ、ノリサマー2009キャンペーン PR ラッピングの一環として PQP17 編成にポケモンのラッピングが施された。2009年、平成21年2009年9月10日から12月にかけて新潟デスティネーションキャンペーンの開催に伴い P11P14 編成にうまさぎっしり新潟のラッピングが施された。2010年、 平成22年7月17日から2009年同様、ピカ・ノリサマー2010キャンペーン PR ラッピングの一環として P19P21 編成にポケモンのラッピングが施された。2012年平成24年11月上旬から当面の間 P81 編成に時のラッピングが施された。これは 同年10月28日に営業運転を終了した E1 系に代わり、本系列に施行された。E1 系と同様、MAX のロゴマークの右上に施行されている。2012年、平成24年11月15日には、上越新幹線開業30周年を記念し、P7P8P17P18 編成に、スイカペンディンのご当地ラッピングが施行された。 2014年4月1日から同年6月30日まで開催される新潟デスティネーションキャンペーンに合わせて塗装変更が順次実施された。車体職は2012年に引退した E1 系のリニューアル塗装に準じたもの、帯色が時色と称されるピンク色となり、ロゴマークにはトキサンバのイラストが加えられている。2015年度末までに8両編成24本。 すべての塗装変更が完了する予定と発表され、2014年4月7日の MAX とき491号、長岡始発新 E 型駅より新塗装車の運用を開始した。P5 編成が塗装変更の第一編成となり、過渡期には旧塗装車と新塗装車の並結も見られた。2016年秋にすべての編成が新塗装に統一された。東北新幹線。 上越新幹線専用の PHP22 編成と北陸新幹線の一部区間への乗り入れが可能な P51、P52 編成、P81、P82 編成がある。26編成すべてがデジタル ATC に対応している。P51、P52 編成は30パーミルの急行バイク間走行に対応し、軽井沢駅まで入線可能である。 P81P82 編成ではこれに加えて、軽井沢駅作久平駅間の電源周波数、切り替え装置、60Hz 対応を搭載し、長野駅まで入線可能となっている。ただし、関連機器は全て 50Hz での使用を考慮しているため、長時間の運転や頻繁に入線することは不可能で、あくまで緊急時に長野駅に乗り入れるためとれている。 新生児はすべての編成が仙台総合車両所、現新幹線総合車両センターに配置されていた。現在は新潟新幹線車両センターに配置されている。2016年4月から本格的な廃車が開始されたことにより、2018年3月現在は P7P22P51P52P81。 8 2018編成の全2編成が在籍している。2 0年3月16日現在、上越新幹線の MAX 時もしくは MAX 谷川にのみ使用される。かつては東北新幹線の東京駅盛岡駅間でも使用されていた。このほか、営業運転の実績はないが、試運転により東北新幹線、 森岡駅から新青森駅間に入線したことがある。2005年に東北新幹線仙台駅北での定期運用終了後、動きがなかった本系列ではあるが、2011年春から投入が開始された E5 系の増備に伴う高速化により、東北新幹線運用が減少し始めた。まず、2012年3月17日実施のダイヤ改正で、 本系列重等列車20往復のうち12往復が E2 系に置き換えられ、山形新幹線、翼を並結する山尾行の運用を中心に E2 系へ置き換えられた。同時に東北新幹線大宮駅北にて16両編成の定期運用が廃止された。二千十二年七月七日、JR 東日本は九月十九日実施のダイヤ改正で、 東北新幹線内の本系列重等列車をすべて e 2系を置き換え、東北新幹線大宮駅北での定期運用終了を発表した。上り定期運用最終列車は MAX 山彦こ150号、下り定期運用最終列車は MAX 山彦百155号、いずれも東京駅福島駅間は翼並結であった。 定期運用終了を記念し、2012年9月22日に、仙台駅東京駅間で団体専用列車、ありがとう。マックス山彦号が運転された。本形式の廃車計画については、過去2011年3月9日付の毎日、新聞において、2012年以降順次廃車となり、2016年度を目処に全廃すると報じられていたが、 実際には2013年から順次廃車されているものの輸送力の問題から2016年度末、2017年3月末の時点では半数以下が廃車されるに止まっている。2017年4月4日付の JR 東日本定例社長会見で2018年度より上越新幹線に e 7系1 2両編成、11、 編成132両を順次投入し、2020年度末までに本系列をすべて置き換えて、上越新幹線の車種を E7 系と E 系に統一すると発表した。これにより E4 系16両編成にした場合の定員1634人から E7 系では924人に減るが、こちらについては輸送力が必要な朝の通勤時間帯に増発するなど、 対応を検討するとしている。2019年10月12日から13日にかけて、台風19号が東日本、東北を直撃し、千曲川が氾濫した結果、長野新幹線車両センターが浸水、E7 系8本、W7 系2本を含めると10本が水没し、長期使用不能となった。これに伴い、上越新幹線に、 投入済み及び投入予定の E7 系を北陸新幹線に転用し、その補填として当面本系列を延命して当てる方策が検討されている。2016年3月まで運用に入り、同年4月に廃車された P1 編成の先頭車 E444 から1が2017年6月19日に新一鉄道資料館に優勝で譲渡され、 2017年7月15日から展示されている。車内は車内公開イベント時にのみ開放されており、通常時立ち入ることはできない。通電されておらず、車内には家庭用エアコンが設置されているのみである。また、元車両は不明だが、旧塗装時代のロゴマークも同博物館に保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。